シム、今日は何飲むの？あれ、ルキルキルッキーじゃない。今日はレイムにちなんでカルゴの2004を飲んでみようかな。さあ、このボトルはどうかな。色は悪くないね。18年間の熟成を感じさせる滑らかなタンニン。典型的な良い熟成香。劣化などみじんも感じられないな。誰が飲んでも美味しいワイン。ああ、よかった。腐ったブドウみたい。あ、ジュース美味しいな。